どうもおはようございます。吉田さん、お疲れ様でございます。なんかね、その、野村さんの名言でもないんですけども、あれですよね、あの、できない理由をたくさん言うことに一生懸命、できない理由をもう本当にね、細かいところまで探すプロフェッショナルっているんですよね。まあ、そうやって管を巻いてもしょうがないんで、そんな暇があるんだったら、どうやったらできるかを探せってことですよね、まさにね。で、今回の私の言葉は、キャプテンハーロックのね、名言なんですけども、これはね、 あの夢っていうのはそれを見るものが諦めなければ消えることがないっていうことなんですよ。いやこれ私なかなかいいなとは思ってるんですよ。つまりもうダメだというふうに思っちゃうとそこで終わりなんですよね。でも私はこう思うんですよ。たどり着かないかもしれない。たどり着かないかもしれないけどもたどり着かないまでも一歩でも近づこうと。それが、うん、まあ人生なんじゃないかなと。要するに夢を抱えるとね 夢にたどり着くまで時間がかかるわけでですよでも時間っていうのは私たちは寿命に縛られてますからもしかしたらもうちょっとでたどり着くのに寿命が先に尽きちゃうかもしれないんですよね。うん、でそう考えたらたどり着かないけども近づいていくことはできると思うんで、まあ、だからねそこにリンクするんですけどもあの夢っていうのはそれを見るものがね諦めさええしなければ消えることがないとだから自分が諦めなければいつも目の前にあって追い続けることができるし。 追い続けるる過程でで小さな階段を登れると思うんですよね。でそこに一つ一つ喜びを見いだしたり出会いがあったりとかで悲しい別れがあったりとかしてまあ本当に鍛えられていく人生にその意思が残るんじゃないかなとまあそれをずっとやってったら何かしら意味が見えるんじゃないかなと思うんですよいや結局掴めなかったけど俺一生懸命やったよみたいなねそういった感動のストーリーが残ったりとかあとはねそんなに捨てたもんじゃねえなとかねどんなところからでも。 逆転の一打ってのは打っていけるんだろうなと。でも逆転の一打を打ってもまた向こうは向こうで逆転の一打を打っていきますからね、うん。だからそういったあ自分だけで生きてるわけじゃないんで、まあ、競争には巻き込まれながらもまあ運よ曲折あるのかなと。まあその1ページ1ページが全てドラマになってるんじゃないかなと思うんですよ。 だからねできない理由をたくさんあげるんじゃなくてやっぱりできる理由を探していくことすごく大事だしできない理由をあげたんだったらじゃあそれはどうやったらひっくり返せるかなってもう一歩考えていうことによってだいたいね5回 Q&A を繰りり返すすと答えにたどり着くらしいんですよ、まあ、例えばね何かをやろうとした時にいやどうしてもね時間が作れなくってっていう時にじゃあ時間を作るためにはどうすればいいかなって。 とそうですね睡眠時間を削るか飯を食わなないいいかかかぐらいしかないですねそうかじゃあ毎回飯を削っていったらさすがに死んじゃうから3食を2食にしてさもしくはもう1日ごとに飯を食べて1日ごとに飯を食べないっていうふうにしたらどうできないみたいな感じでねやっていくとかしかもそれがずっと続いたら辛いから1ヶ月だけ限定でやってみようよとかね1週間だけ限定でやってみようよみたいな感じでやるとかねそんな感じで問い 掛けを5回ぐらい繰り返すともう最後の答えにたどり着くらしいんですよだからその答えを探すよりも問いかけを探す方をクセにした方が実はねあのー、歩みやすくなるんじゃないかなという,ふうなところありますね、はい、えー、ということでございました